ヤーコップ・ケトラーが1645年から発行したターラー貨幣、ヤーコップ・ケトラーはクールラント・ゼムが連行。その知性にクールラント広告は最も豊かになり、植民事業にも着手した。ヤーコップはビルヘルム・ケトラーとプロイ先行、アルブレヒト・フリードリヒの娘・ゾフィーとの間の長男としてゴルディンゲンに生まれた。イングランド王・ジェームズ一世が、 ヤーコプの名付け親となった。父ビル・ヘルムは兄と広告を分割して東部地域を統治していたが1616 16年に公爵の座を追われて亡命した。ヤーコプは1642年、子供のいない叔父、フリードリヒ・ケトラーの後継者としてクールラントに戻り公爵となった。ヤーコプの治世中、クールラントはネーデルラント、イングランド、フランス、さらには ポルトガルとも貿易を行うようになった。1651年、彼は西アフリカのガンビア川に小船隊を送り込み、川に浮かぶ聖アンドレ島にヤーコプ要塞を建造させた。また1654年には45門のカノン砲を搭載し、24名の管理、124名のクールラント兵士、入植者の家族八十組を乗せた二層の甲板を持つ戦艦を 西インド諸島に差し向け、トバゴ島を征服した。トバゴの入植地は、ノイクールラントと名付けられた。ヤーコップは、北方戦争の最中の1658年から1660年にかけて、スウェーデン軍に捕らえられていた。この時期、ヤーコップの獲得した植民地は失われ、広告の小船隊も破壊された。戦争が終わるとヤーコップは、小船隊を再建し、 オランダ人からトバゴ島を取り戻した。一説によれば、彼は当時発見されたばかりで、敵対関係にあったネーデルラントが、その領有を主張していたオーストラリアを自国の植民地にしようと考えていたという。ヤーコップのこのオーストラリア征服計画は、教皇院のケンテウス10世から祝福されたが、教皇はすぐに死んでしまい、後継の教皇は彼の計画を支援する気がなかった。 ヤーコップは大選帝校と称されたブランデンブルク選帝校、フリードリヒビルヘルムの義定定であった。フリードリヒビルヘルムは北方戦争の結果、ポーランドの主権下から脱出したが、ヤーコップも同様にポーランドから主権の確立を目指したが、ヤーコップがスウェーデン軍に囚われていたこともあり、最終的には失敗した。ヤーコップの時代はクールラント公国の最盛期でもあったが、 公国の創始国である、ポーランド・リトアニア共和国で大洪水時代という未曾有の戦争が始まり、公国もそれに巻き込まれる形となった。戦争終結に伴って、トバゴ島を回復したが、その他の植民地を失い、公国は二度と戦争前の経済的繁栄を取り戻すことはできなかった。ヤーコップは1682年の正月に、ミタウで亡くなった。 1645年、ブランデンブルク戦帝国、ゲオルクビルヘルムの娘ルイーゼ・シャルロッテと結婚した。妻との間に5男4女の9人の子女を設けた。ありがとうございます。